選手たちが入場してきました。向かって左がアウェーの宮崎、右がホームの長野です。飲んだ最終節から3ヶ月、ここ長野ユースタジアムに再びキックオフの笛が鳴り響きました。まずは長いボールを送っていきます。テンポをよくつないでいきますが、東のプレスバックがありました。一気に前を狙っていきますが台が触ります。昨シーズン JFL のベストイレブンにチームで優勝、おっとこれは思わぬ形で先制点が生まれました。前半の10分ゴールに流し込んだ榊、キーパーの上田も手を伸ばしましたがわずかに届かず、エントリアでもあります。ここ後ろからゴールキーパーがつないでいきますが、サンダでカット、サンダ左足でパスにした榊だ、こぼれた東、シュートは打てない。また引きのクロスに梅田だ、おっと出身はペナルティースポットを指しました。イエローカードが提示をされました。もう一度そのシーン見てみましょう。近くで見ていた主審の唐島さんはすぐにこのプレーの直、ハンドということでしょうか。同点弾は許しませんでした。サンタが行く、サンタが打つ、際どいシュートになりました。そしてキーパー上田のワンタッチ、大熊からさあ縦に送って渡辺が行く、渡辺パスにしたサミュエル、左に落として大熊のクロス、ヘディングシュート、追いつきました宮崎、クラブ史上初 J リーグでの初得点が生まれました。15番の梅田海斗、この87分、ここで試合終了のホイッスル、ヘゲバジャーの宮崎としては歴史的な日となりました。